水深を選手たちに要求していた。左に出す。前線付近でボールモックを奪いました。持ち前の守備センスが光ります。ボールを回します。どこで仕掛けるか疑っている。豪快に決めてきました。1対0。この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。入れてくる。前線付近でボールを持ちます。ダイレクトです。この試合の2点目を叩き込む。ダイレクトでしっかりと枠を捉えて、キーパーが止めたい位置を掴みました。ブロックからのリスタート。奪いました。ダビッツから前へ繋ぎます。絶好調のこの男、ついに